ほどね配信前になんとかのアムロさんあげれたんですけど、でもうくたびれちゃって途中でそう寝ちゃいました。やっぱりでももう気合でちょっとクーラーをちょっとあったかすぎると眠くなっちゃうからちょっと冷やして、そうこう寝ないように必死であげれました。さっき暑い中、そうですね、でもファンの皆さんの方がね暑かったと思うので外で待っていただいたり、私たちとこ屋根あるけど皆さんとこないですもんね。そうだから皆さんの方こそね大丈夫だったかなと思うんですけど、私たちはでも意外と昼間だったんですけど、今日はなんか暑さがちょっとマシだったのか、ティフさんの方が全然暑かったなって、いや暑かったんですけどいっぱい汗かいたんですけど、なんかそんな気がしました。うん、ファンネタもありがとうございます。12日はね久々の公演ですもんね。会社中でちょうど料理を呼んでいてびっくりした。あ、ね、いつもそうなんです、あのあそこ楽屋の通路の外通るところでファンの方結構待ってくださってたりして、ありがとうございます。あくび出そうでした今。こんばんちゃむー、今頭は大丈夫ですはい、ありがとうございます。そう、昨日もね一日あのお仕事でそうさせていただいて、やっとあの明日はお休みです。でも12日 S 公演なので、ちょ公演の練習をしとかないとやばいのでそれは頑張らなきゃなって、頑張る子です。しなが、あ、そうですよね、私もびっくりしたよあ、東京から帰ってこられました。でも今日はサイリウム違いましたね。サイリウム違いましたね2回言ったはい、大丈夫かした、モンブラン食べましたよ、こにゃんは。おお、お誕生日ぜひお返ししてください。ごめんなさい滑り込みで、いや私がモンブラン好きだから食べてくださったんですか、それとモンブラン好きなんですか。今日はですね、差し入れにスタバさんのなんか新作ですか、パインみたいなあれいただいて、昼一部と二部の間にいただいて、すごいね喉が渇いてたので、とても美味しかったです。六本木に残り、あれそうなんですか、何かあるの、時間押し活なんだろうね、今年そうですよね、涼しかったマシでしたか、本当ですか、風邪ひいて案外大丈夫だったよ今年、なんかそうですよね、そんな気がしました。なんか時間帯的にすごくね、やばそうな時間帯だなと思ったんですけど、いやすごくね、あの横にゃん今日そう2回ともですね、そこに朝振ってくださって、ルチワとか私のファンの方もいてくださって、すごく心強かったです、嬉しかったです、見てくださってありがとうございました。なんかねそのライブとかでも意外と後ろでもあのなんていうんですかね、結構端のお客さんこう見れたりするんですけど、その後ろとかにいる時でもこの目をね私の方を
見てくれてる方とか見てくれて嬉しいなって思いました。あと今回はあの配信もあってですね、配信でね見てくださった方もありがとうございます。なんとアーカイブも皆さん13日までだったかな、あるので、あのぜひはい見てください。映ってるかな。屋根、あの客席の方にも屋根ありましたっけ。ヤシのうちは嬉しかったですよ。で、すごい応募したにゃんよ。うん、ありがとうございます。21日ですかね。私は涼しい気がしました。そうですよね、ね、私も思いましたよ。東京から今帰宅、うん、ありがとうございます。来てくださって今年も出させてもらって嬉しかったです。ジムがね、愛のホログラムの衣装で、リムがマンゴー衣装で、そうそう、いろんなね衣装を着て見てもらえるのもめっちゃ嬉しいなって思いましたし、なんせあのめっちゃ汗かくんですよ。そうだからね、そう着替え、そうそういう面でも着替えれてよかったなって思います。配信で見てくださってました？嬉しいね。ちょっとあのいつもあのあんまりサマセさんは大きい声出すと怒られるんですけど。ね、でも朝配慮しながらもこう結構ね大きい声出してくださってて。ありがとうございました。でもね、思いが嬉しいですね。12時の部キッチンカーの唐揚げとカレーに暑さ、なんだろうかなですか。あ、なんかそうキッチンカーのご飯のもうあのいただけて唐揚げ食べました。1個美味しかったですよね。そう、ローマさんの広告見れました。あれは昨日見れたんですよ。眠そうですか。ごめんにゃん。でも今日はねもうアラームかけずにいっぱい寝ようと思います。はい、今日で夏の予定が終わってしまいました。え、寂しい。 S 公演も厳しそうですか。仕事終わり、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。お、そうした疲れ、1年目どっちも入ったよ。嬉しい。楽しかったですか。私のことを見ていただけてました、見てくださってましたか。そうですね、ゆっくり休みつつちょっとエスコエ振り返って練習頑張りますね。声もしました。嬉しい。当たりますよ、願ってます。午後コール練習頑張る子。嬉しい。横にゃんコール練習お願いします。今日もめちゃくちゃ盛り上がった、楽しかったよね。え、私もあのよし、あのそのなんですか、ライブ前後のあの合間とかも仲間さんと楽しんでいただきました。ポスト嬉しかったです。去年のニュースを見届けました。あ、すごく見えてましたよ。ありがとうございます。ベスト届いてたかな。あ、お塩ね振ってくださってましたね。ありがとうございます。嬉しかったです。
にあの時ですか、あの花火終わらないとかの時ですよね。え、違います、その時ですよね。疲れちゃった、手休めなきゃ。近くにいて横におもたさんたまに横にコールしました。え、嬉しい嬉しい、見てくれてました。続いてくれたこと、今日は楽しかった、横には見つけてもらった気がする。え、見つけてましたよ、レッスン送ってました、前らへんでしたね。え、嬉しかったですよ、ありがとうございます。あ、2年ですが美術展出品できた、おめでとう。バカラ日に始まるから見てから行くね。嬉しい。そうですよね。そうなんですよ。ちょうど時期が9月の東海握手会の時で。そう、今回も美術展の出展ね、できてすごく嬉しいです。大美術館さんでしたっけ、ぜひ見ていただきたいですね。そうですよね、ちょっともう限界でした、寝起きかのアイロンかける元気もなく、はい、ギリギリもう、そうアイブロウとにかく上げないともうやばいと思って、もうね、ちょっとでももう諦めたらも寝ちゃうので、こう気力があるときに頑張りました、き。ごめんね、サマーで、あ、本当ですか、嬉しい。今夜好きなモンブラン食べた、嬉しい、ありがとうございます。モンブラン美味しいですよね。気持ちいいね、お仕事お疲れ様です、しっかり水分とか取ってくださいね。そして声が出しすぎて枯れました、あら。嬉しいけど、蜂蜜パチ蜜で潤ってください。広告ね、嬉しかったですね。熊さんはしなかったとね、ね、今日大丈夫だったんじゃないですか、ギリギリ。ね、でも結構ね怖い感じもしましたよね。しばらくお世話さんで、あ、今日あれあのガンダム行ってましたね、今日も行かれてましたね、毎回すごいいいな。確かにそうですね、うちわもあるとすごい分かりやすかったですし、あのピンクビブス来てくださってる方もね多かったですね、あちき推しの方で。僕にはしか見てないんですね、嬉しい嬉しい。広告を見に行って、あ、分かんなかったですか、場所。すごいでも分かりやすい場所なんですけど、でもただあれですかね、そうずっと映ってるわけじゃなくて、そうなんていうんですか、聞いちゃったりするから分かりづらかったんですかね。そっか、屋根あったのか、まあ、じゃあ体は、結構ヘトヘトです。もうお時間ですね、お誕生日ちょっと上まで行ってたから本当に申し訳ないんですけど、ちょっと お誕生日をさせていただこうかな、次のイベント楽しみにしてます。会いましょうね、約束。今日も俺の締めはとってもキュートでした。本当ですか、え、今日もピンク水色さえじゃなかったけど、ウエスト送りましたよ。配信でぜひ見てください、マンゴー衣装を見たかった、ね、久々でしたマンゴー衣装。ちょっとやめてないのごめんなさいね。
ちょっと一旦出していただこう。皆さんも一緒にお祝いお願いします。せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear、 8月お誕生日の皆さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。素敵な一年になりますように。滑り込みでごめんね。モンブラン美味しかったですか？今日はココイチのキッチンカーはなかったですね。あれはパチパチパーティー限定で、でまたねコラボさせていただきたいですよね。生ビール、おー、おやすみ。だからかな、午前1時30分。あ、ねえ、新幹線あれでしたもんね。そうですよね。ねえ、12時エスコン行きます。え、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。今日、え、今日も来てくださってましたよね。ねえ、ありがとうにゃん。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。今日はいっぱい寝ます。本当に急にチャイルが今から楽しみで、ずっと DM で予習してます。嬉しい。嬉しい、楽しみましょう。暑い中お疲れ様です。うん、ありがとうにゃん。嬉しい。公演もぜひ待ってます。 S 公演、休みに S 公演がないんです。今月少ないですもんね。うん、12日の公演もよろしくお願いします。え、嬉しい。マスクはあれですね、ピンク水色サイですよね。夜中に大変な中もね、皆さん来ていただいて、帰りも大変ですよね。ありがとうございます。分かりたしい仕事聞きます、してきます。うん、嬉しい。私もその時美術展ね、行きたいな。ねえ、行き、そこしかないですね、チャンス。まだ楽しかったよ、お疲れ様。あ、ねえ、今日も来てくれてました、嬉しい。ちょっとね、あの近くに行けた時が少なかったけど、楽しんでもらえたかな。今日も可愛かったです。あ、1年半ぶりですか。おお、すごい。命の使い道って入ってなかった気がしますね。うん、なんかなくしておく追加購入しました。あ、嬉しい。そうですよね、9月7日の方のトーク握手が分かりましたのね。まだ両方ともあるので、握手もそうなんですよ、あるので、ぜひ皆さん待ってますよ、待ってますよ。そうですよね、確かに常に映ってるわけじゃないから、老毛さんここ巡りも大変だったと思うんですけど、ありがとうございます、嬉しい。1818日連続もありがとにゃん。行けます、美術館。あ、本当ですか。え、嬉しい。遭遇するかもですね、わかんないけど。わかんないけど。あ、シャンタイマーショーカーさんも言ってくださるんです。